エルボーは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ドゥーセーブル県のコミューン。ベルネ橋付近のトゥエガワ県北東部、オーポワトゥ地方に位置する。河口岩と石灰岩、それぞれが主体の地域の谷に囲まれている。町の北西部分は、トゥエガワの右岸で、川は、平野とガティヌ地方の境界となっている。町は、ミルボー、ブレシュイール、トゥアール、パルトネー、 ボアティエといった都市中心部から伸びる道路の交差点である。エルボーはモンコントゥール、アルジャントンイコールシャトーサンバラン、サンリュールメレ、そしてサンジュアンドマルヌからの道路網の中心でもある。エルボーの近くには古いローマ道が通っていた。それはリモヌムとユリオマグスを結んでいた。エルボーは ポアティエから約 60km の距離にあるが、死者が代々収めたマチトゥアールからは 20km の距離である。1939年11月6日、ナチスドイツのポーランド侵攻後、フランス参謀部は、ポーランド義勇兵士団、または1万6千人の兵士たちのためベルシェの森に、ベースキャンプと戦時走行を設置することに決めた。 1940年1月4日の合意により、ポーランド軍はフランスにおいて再建された。ポーランド亡命政府がアンジェに置かれた。同盟国内にある外国軍としてこの軍はフランス軍司令官の権限の下にあった。師団本部はパルトネー近くの町に置かれていた。このベースキャンプは後にドイツ軍に占領され、マグレブ兵士捕虜たちが収容されていた。 1973年1月1日より、エルボーはボルクシュルエル、ブセ、スリエーブルと合併した。1985年1月1日、ブセは合併を解消して、再び単独のコミューンとなった。ボルクシュルエルとスリエーブルは準コミューンの地位を保持しており、それぞれのコミューンの主張は、エルボー自治体議会に出席しなければならない。 イタリアのイタルチェメンティグループの子会社、シマンフランセの工場がある。参照元、1975年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。ソースイコール陰性、1968から1999,2006,2011。2006 2011 2012, ありがとうございます。